はい、皆さんこんぼんちゃ、カズナです。カズナと申します。本日も実況プレイ始めていきたいと思います。前回の続き、願い事やっていきましょうか。これか。前回この部屋に来たんだけど、一歩踏み出したら死んだんだよね。ってことはこの辺に何かがあったり、あったりしねえ。やっぱダメだ。死ぬな。戻ったらなんか変わってんのかな。また積んだのか。だったよな。でここで鍵を手に入れて、あの女の子と一緒に死ぬみたいな感じかな。あ、セーブしてねえや。まあいいや。あ、自分が行っちゃダメだよ。ここに逃げるのかな。一緒に来れたもんね。ってことはあの子も隠れるか。おうほほほ。死ぬんかーい。様子見に行こうと思ったら死んだわーい。ごめんなさい。うわ、何匹か。もうボロボロじゃん、全部。うわ、あ、ここがお部屋か。道がある。はてなはてな道。お人形が一つ、どっかへ行っちゃった。私にとってのお人形たちはどれもどれも私の家族、ひいきにするなんてことはない。たとえボロボロでも古くてもすごく大切。そういえばあの人形は私が小さい時からずっと一緒にいてくれたお人形、いわば妹、私の初めての家族だった。日記がある。9月2日村のやつらから人中になれと共有された。人殺しだからって、母親殺しだからって、そう言われた。私の家族はあの人形だけなの。待てなはてな日。もう何日経ったか忘れた。ここは思ったより悪くないかもしれない。お人形たちがたくさんある。とても不思議なところ。ここは神様が作ったのかしら、それとも魔女。きっと神様ね。やっぱり神様はいるんだわ。私です、神様は私です。時々人が増えて賑やかになる時がある。多分新しい人中でしょうね。ここに来た人中がどうなるのかは知らない。私みたいに部屋を当てがわれるのかしら、それともまあ私には関係ないわ。ここにはたくさんのお人形たちがいる。お人形さんがいればそれでいい。でも最近ここから出たいと思うのは何でだろう。なるほど、出たいと思ってたんだ。なのに私が殺してしまった。は、申し訳ない。つらい。あれ、張り紙がある。人殺し、人殺し、まだ人殺し足りないの。音が怖え。うわ、あ、死んだ。殺しって書いて刺さった。
新しい部屋に来た。あー、超怖え。なんか書いてある。気持ちよかった？いや、気持ちよくないです。びっくりした、びっくりした、もうやめてよ、リリー。どうした？どうも、さっきぶり。あなたは、フレイヤ、名前教えてなかったわね。フレイヤって言うんだよ。あ、フレイヤさんって言うんだ。お名前聞けてよかった。私の名前はリリーです。ここはどこなんだろう。私、フレアさんの後を追っかけてきたのに、フレアさんは見当たらなくて、一度部屋を出たら元の場所に帰れなくなって。脅威したよね。これからどうなるんだろう。怖いよね。私すごく怖い。だからリリーちゃんと一緒に行きたいな。私も一人じゃ怖い。でも誰かと言えれば安心できるかな。それなら決まり。ううゆりか。あ、なんかいい音楽。うわ、二人いる。慎重さ慎重さパネ。やっべ、超パネ。こっち行けんの？あの部屋なんだ。何もない部屋。わ、新しい部屋だ。光ってるね。うわ、何これ。これそういう拷問道具ってやつじゃない？この中にさ、甲冑の中に針があってっていうやつじゃない？使用済みかよ。やだな。本棚の隙間に紙切れが挟まっている。あのお方は気まぐれだ。この場所もあの方によって自由自在。気に入った人中は部屋を与えるが、そうでないものには。私はあのお方に気に入られなかったんだろう。あのお方なんだろうね。私たちをこんなところに連れてきたやつだったりして。あ、そういえばここには人中たちが連れてこられる場所って書いてある紙があって。あー、もう部屋出るのも怖えわ。リリーちゃんいるからまあ怖くないかもしれんけど、私は怖いわ。うわー、またなんかあるわ。本とかはなさそうだね。ここか。化け物と夜道でぶつかった。謝るべきなのはどっち？自分。お化け。ペンがある。答えを書けってことかな。夜道。なぞなぞかな。後でにしよう。鍵がかかっている。ってことはこれを答えれば出てくるのかな。お化けと夜道でぶつかった。謝るべきなのはどっち？難しく言えば、かけし？え？どういうこと？でも、お化けと夜道でぶつかったって書いてあるってことは、自分からこうぶつかってしまってるわけだから、自分じゃないのかな？どうかな？よく正解したね。お化けに会うなんて気味が悪いもんね。何かな？あなたは一体？それは僕にもよくわからないんだよね。とりあえず問題正解したから鍵あげるね。困ってたんでしょ？え？結局あなたは何です？お化けだろうが幽霊だろうがいるはずないです。生きてる人間ではないことは確か。ひどいなあ。骨だもんね。でも答えた。やった。いえ、正解。優秀です。あ、もうどうして？そこの緑の髪の人が言った通り、僕は人間じゃないと思う。何のためにここに来て、何のためにこんなことをするかもわからない。
気づいたらここにいたみたいな、ついさっきだったような気も。あ、突然来たっていうのは私も同じ。ほんとついさっき。このお化けちゃんが言ってることが本当かはわからないよ。部屋出た瞬間取り付かれてちゃったら嫌だよ。信じるか信じないかは勝手だけど、本当だからね。僕さ、この部屋から出られないから時々ここに来て話しかけてくれたら嬉しいな。出られないのどうして？なるほど、たまに。じゃあ声かけるよ。信じるよ私は。じゃあ鍵だからここか。うえー、また音楽なくなった。もう音楽なくなるの嫌だわ。なんだかここ息苦しいような、なんか時間がある。どういうこと？アスフィリシー、窒息死が好きっていう。ごめん、なんか胸苦しい。息がそう言われてみればそうかも。戻ろう。ごめんね、気にしなくていいよ。まだ先があったし、このまま進んでいたら倒れちゃってたかも。あの部屋なんだろう、歩いてたら突然急に胸が締め付けられて息をするのがしんどくなって。あの部屋すごい長いからいろいろ探索することになるとちょっとしんどいかな。何かあった時走ることもできないかも。そうだね、なんとかしないと。お化けさん、あ、話しに来てくれたの？うん、あのね、少し相談したいことがあるんだけど。なるほど、息苦しい部屋か、それは困るね。でも僕ならその部屋を取られるね。僕生きてないから、息をしてないから。でも僕はこの部屋から出られないからね。僕自身がその部屋を通るのは無理だけど、君たちを少しの間だけ息しなくても平気にしてあげる。そんなことできるの？もちろん。でもまあ一定時間を超えると本当に死んじゃってお化けになるんだけど、できればそうなって僕と友達になってくれたら嬉しいな。嫌ならまあ頑張ってね。君はどうして手伝ってくれるの？なぜって、そりゃなぜだろう。お化けのお守りを手に入れた。ありがとう。この子いいね。できることなら僕も一緒に行きたいな。できないんだったらどうしようもないわよね。諦めよ。そんな、お化けさんからいただいたお守り、お化けさんがもらってくれた。持っていれば息を止めてくれる間苦しくはないが、止めすぎているとお化けが過去死亡になる。なるほど、じゃあ行こう。よし、息を止めよう。行きまーす。ちょっと見れない。あー、ここ息しても苦しくない。なんか不思議。本当だ、しんどくないね。不思議な部屋が多いな。なんか不思議な力があるのかな。連れてこられたこと考えると今更だけど、なんかいいのかな。この絵が気になる。わかんない、わかんないから、これは記憶しよう。よし、頭のいいね、私だからできることですけど。オッケー。めっちゃ覚えた、めっちゃ覚えた。よし、超覚えたわ。なんかね、赤色で B、C、A かな、これ A、D って書いてあるね。1、2、3、4、5、まあ、C の A とかってことだろうね。なんかで使うの。とりあえずセーブ。あー、終わりか。じゃあ最初の方に戻ろう。なんか光るとことかいっぱいだな。なんか光ってんのいっぱいだな。魔女についてという本がある。魔女とは人間では持つことができない力を持ち、人に災いをなす存在である。悪魔と関わる
理を持つことによってその力を持つと言われている。神によって行われた魔女狩りにより魔女は撲滅され、現在は一人も残ってないと言われている。へえ、魔女って残ってないの。楽しみを抱く少年の話という本が、あるところに両親から愛されてなかった少年がいました。その少年は物覚えが悪く、同じ年頃の子供が当然できるようなことがなかなかできませんでした。両親はそのことが許せず、彼に対していつもひどい仕打ちをしました。お仕置きと称して彼を何度も狭く息苦しい部屋へ閉じ込めるようになりました。両親はお仕置きすることによって気分がすっきりしていました。お仕置きをした後しばらくは彼への怒りが収まるのです。少年は両親がしばらくの間でも優しくなるのを嬉しく思いました。お仕置きの時間は次第に容易に耐えられるようになり、いつからか彼にとって安らぎの時間となっていました。そういうの安らぎにしちゃダメだと思うな。神の存在にという、神は人間のことを気に入っているようだったが、非常に気まぐれだった。気分によって願いを叶えるとき、叶えないときがあった。だが気分が良いときはどんな願いも叶えてくれた。億万長者になりたい、好きな人と両思いになりたい、泉っ子に復讐がしたい、人殺しがしたい、悪い魔女を懲らしめたいといったさまざまな願い事を叶えてくれた。神ってすげえな。3話、あーさっきのか。これこのまま答えていいのかな。3話って書いてあるね。3話ね、青色の C の青ですね。 C の青。5話D じゃねえか。 B と D か、うん、どっちだとりあえず黄色、 D の黄色かな、 B の黄色かな、 D の黄色だと思う。どこ、B の書き方ってどっちだっけ多分でもこれ、2は、A の緑かな、 A の緑。1は、C の赤です、ね、正解。どこかで鍵が開く音がした。どこだ、どこどこの鍵。息を、あれ普通にできる。あ、お化けのお守りが壊れてしまった。お守り壊れちゃった。え、でも息吸えるんだったらいいよね。この男の子ってあれなのかな、息ができる。あ、はい、できるようになりましたね。ずっとここにいたんですか。息苦しくなかったですか。謎だ。とりあえず戻って骸骨さんに。意味なかった。とりあえずじゃあ、うわびっくり、新しい部屋に入ったところで終わろうかな。どんな感じかな。うわ、なんかいっぱいいろんな方向にありますね。では今回はここで終了したいと思います。ではご視聴ありがとうございました。では次回もこの続きやっていきたいと思います。ではお疲れ様でした。ではバイバイ。カミカミだな今日。なんだろう、いつも最近噛むな。お疲れ様でした。バイバイ。ご視聴していただき誠にありがとうございます。チャンネル登録はまだ登録してないでしょうか。まだですっていう方は画面のチャルネルボタンっていうボタンを押してみてください。無理ぽっていう人は下の赤いボタンから登録可能です。もし次回も見ていただけたらなと思っております。
以上、カズナでした。バイバーイ。